はい、どうも、シャチクです。本日も集まれ動物の森やっていきたいと思います。そしてね、今ちょうど離島ガチャ生放送終わったところで、続けて動画を撮っていきたいと思っております。で、本日の内容なんですけど、のんびり、日常系動画ということで、日常系動画に入る前にちょっとね、とある疑問、思い浮かんだので、そこについて話をしていきたいと思っております。で、突然なんですが、レックスっているじゃん。そう、レックス知らない人って逆にいないか、つもりやってて、あの赤いカメレオンですね。レックスがいると思うんですけど、亀山さんとの関係って、あれってさ、どうなんだろうね。結局一応ね、自分もものすごく気になったので、独自で調べてみたんですよ。ただその結果としまして、公式でなんか具体的な設定ってないみたいですね。あとは魚政とジャスティンの関係も、同様みたいですよ。多分ね、魚政とジャスティンは親子じゃないかなと思ってんだけど、ただレックスと亀山さんってどうなんだろうね。なかなか難しくない？見た目が全然違うからさ、亀山さん。ちなみに、あつ森から始めた方であれば、亀山さんの存在知らないか、もしかして。一応ね、博物館の虫コーナーに亀山さんいるんだわ。写真ベースなんですが。ほとんどの人が知ってると思うんだけどさ、一応説明させていただければと思いますね、亀山さん。まだ生きてるのかどうか分かんないけどさ、どうなんだろうね。多分生きてるとは思うけど、生きてないってことはさすがにないでしょう。さあ、そういったところで、ちょっとそこの場所に行きたいわけなんですが、こちらですね。多分亀山さんも、多分親子じゃないかなと思うんだけどね、レックスと。おっ、ちょっと待てよ、その前になんかニッシーがいるぞ。サソリの大きなハサミと尻尾の針って、見てるだけでも怖いな。ドキドキしてきちゃったよ、金くれ。あ、シャ様、この密案捕まえたの君だって。風太さん喜んでたよ。ほんまかいな。え、俺にはうわマジみたいな反応されたけどね。シャ様ってなんでさ、これシャ様な、今更ながら。いや、だからニッシーさん、めちゃくちゃ俺好きだわ、このキャラ。たまんねえよな。で、亀山さん、これだね、ほら見て。ちょっと待って、見にくいな。ここわかる？なんかここのなんか看板の左下にいるじゃん、なんかカメロンっぽいやつ。これが亀山さんなんだよね。レックスと見比べてみると、なんか全然違うよねっていう。もしかすると亀山さんが若かりし頃はレックスみたいな感じだったかもしれないんだけど、ワンチャンこれ弟子説もあるよね。亀山さんの弟子がレックスみたいな。ただ個人的にすごく気になってるのが、ここ博物館じゃないですか。で、博物館に亀山さんの写真がここにあるって、もしかすると今後ね、イベントとかがなんかね、追加とかされたら、そのタイミングで亀山さんも登場するんじゃないかなと、ちょっとね、ちらっと期待しています。どうなのかな、亀山さん復活か。いや、けど胸熱展開だよね、復活してくれたら。けどやっぱり昔ね、活躍してくれた固定キャラが復活してくれるのってすごく嬉しいよ。ラコスケが復活してくれた時もめっちゃ嬉しかったもん。マジでみたいな、テンション上がりますよね。ただもし神山さんが復活したとして、具体的にどういった役割を担うのか、そこがちょっと疑問ですよね。だって虫取り大会はレックスが担当してくれてるわけだから、正直言ってね、何もすることないんだよね。そうか、ここに亀山さんが駐在して、何かの研究をするとか、もしかするとその可能性もありますよね。いや、妄想が膨らむわ。これは完全に僕の妄想なんで。そんな感じかな。ちなみになんですが、魚政の写真とかどこにも飾ってないですよね。島のどこにも。ただ亀山さんだけ飾ってあるっていうのも変な話だから、なんかそのうち出てきそうな感じもするけどね。はい、そういったお話でした。亀山さんとレックスの関係、マジで気になるわ。どうなるんだろう。てか待って、お前めっちゃジロジロ見るな。どんだけ博物館好きなんや。
この辺にいるはずなんだけどな。このハムシどこだろう。いやそこにいるじゃねえか。いやいやいや普通にいるから。かくれんぼなら負けないぞ金くれ。あ、シャ様、このミスさん捕まえたの君だって。フータさん喜んでたよ。うーん、なんかさっきその会話聞いた気がするな。その会話聞いた気がするよ。同じこと結構言うよな住民たち。ただニッシーだから許すわ。てかタランチャの動きやばくねこれ。よく見たらなんかさ、博物館の虫コーナーって普段行かないじゃん。なんか新鮮ですねこう見てみると。やばい、サソリも結構カサカサ言ってるな。やばいやばい、動きがすごいわ。あんまり見たくないね。で、こっちはヤドカリか。いや、本当にさ、あつ森の博物館進化したね。飛び森と全然違うわ。あ、そういやさ、え、これみんな見て。どいつだ。あれ？セミの抜け殻って、あれなんか表示されないんかこれ。そう、セミの抜け殻ね、捕まえたんだよ。捕まえたという言い方ちょっとなんか語弊があるけどね。これさ、めちゃくちゃなんかレアらしいね。セミの抜け殻って。てかこれセミの抜け殻で合ってるよね。え、違う？え、違ったらごめん。え、多分セミの抜け殻じゃねえかなって色的に思うんだけどさ。ただセミの抜け殻だったら普通は、あれか。木にあるか。まあいいわ。セミの抜け殻ね、この間偶然捕まえたんよ。なんかね、今作めちゃくちゃ捕まえにくいらしいね。全然出ないみたいな。なんかね、Google とかで、セミの抜け殻入手困難で調べたらめっちゃ出てくると思うよ。全然出てこないらしいわ。お、ジャックもいる。住民たち結構博物館来てくれんだね。お、待って待って、セミの抜け殻いたわ。そこの木にいるね。いやー、社畜くん、奇遇だね、霧。安心来たよ。ここは、虫が生きるための環境が整えられているから、虫たちもきっと幸せだと思うよ。おまけに今日はスペシャルな日さ。何スペシャルな日って。君がゲストで来てるんだから、なんかナンパされてるみたいだな。マジか、ジャック、やっぱり男好きなのか。なんかね、ジャック割と男好きみたいなこと言ってるからな。まあ確かに女好きでもあるんだけど男も生きるみたいな。ね、両刀やな。これはガチ両刀ですわ。いやけど夜の博物館も雰囲気あっていいなこれ。ね。いやこう思うとさ、結構頑張って虫捕まえてきたなと実感しますよね。あ、そうそうそう。そういえばちょっと小ネタになっちゃうんだけど、ここ見て。ほら。リアル虫キング。博物館の夜はこうやってね、なんか虫同士がなんか戦ったりしてるんですよ。面白いよね、こういった小ネタ。まあそれだけなんだけどさ。リアル虫キングやんっていう。で、周りの虫たちはこれ多分、うわぁ、おぉ、破れた戦いに。カブトムシの勝利か。やっぱ強えな。で、周りの虫たちは多分これ応援してんのかな。まあ、わかんないけどさ。うわ、出た、このでかいが。これやばいよね。与那国さんだっけ。そう、この間ね、離島で偶然捕まえたんだわ。すげえでかさやな。あんなガが襲ってきたらビビるよね、普通。いやーけど、それにしても亀山さんとレックスの関係が気になるよね。ジャスティンと、あと魚政さんとか。魚政と、ね、まあジャスティンの、ね、関係も気になるんだけどさ、あれだよな。多分親子説が濃厚だよな。だけど親子なのになんか名前が違いすぎないね、ダノラ。ジャスティンとウオマサってもはや全然違うじゃん。ジャスティンって明らかになんかアメリカ系だからね。まあジャスティン・ビーバーのなんかそのね、真似ってわけじゃないんだけど、多分そういったのを意識して、まあ、名前つけたんだと思うんだよね。ウオマサとジャスティンってなんか日本人とアメリカ人みたいな感じだよね。まあレックスと亀山さんはなんか似てる感じがするけどね。あとさ、レックスの名前も気になっていて、レックスって、まあ、英語で、まあ、恐竜じゃん。うん。まあ、英語で恐竜って意味だと思うんだけどさ。ね。あれ、一応カメレオンだよね。なんか今更ながら。多分俺の中ではまあカメレオンだと思ってんだけど、ワンチャンあれ恐竜説あるか。生きた化石か、レックス。まあ、ちょっとそこ気になるよね。で、何何ビンタ、夏ってすっごく暑いよね。でも一年の中で一番楽しいことがいっぱいある季節だと思うんだ。それわかる。やっぱりさ、夏っていいよね。
俺も夏がめちゃくちゃ好きで、なんかそれに関しては生放送の時もちょこちょこ言ってると思うんだけどさ、もちろんね過ごしやすいのは春とか秋だと思うんだけど、夏の方がイベント多いじゃん。まあ、例えば夏祭りとか花火大会とかね、なんか楽しいイベントが盛りだくさんだし、あとお盆もあるし、あと夏休みもあるじゃん。それでかいよね。あと海も行けるし、いやーもうやりたいことだらけだよ。ただ暑いのがちょっときついよね。日本の夏って強烈だからな。いや海外の夏ってこんなに暑くないからね。だから温度自体は変わらないんだけどさ、そんなに。ただ湿度がやばいんだよね日本の夏って、ムシムシするからすごい暑く感じるわ。そう思うとなんか湿度ってすごく重要なんだなと思いましたね。ちなみにこちらはフランソワちゃんの家になっています。せっかくだから入っていくか。フランソワちゃんか、ごめんよ、ちょっと謝らないといけないことが一つあるんだよねフランソワちゃんに。まあそれが何かというと、このクリスチーヌよそう、このクリスチーヌをね頑張って引き当てようと思って今離島ガチャやってるんだよ。そう、連日やっているんですが、未だに引き当てることができない。いやだってさ、1日3時間ぐらいやってるよ。だけど未だに出ないってどういうことこれ。俺クリスチーヌちゃんに嫌われてんのかな。汗臭いよとか思われて汗臭くはないけどね大丈夫よ、結構清潔にしてるからね。フランソワちゃんごめんね、ちょっと謝罪の意味も込めて話していくわ。はい、おしゃべりしよう。私何かに悩んでいても、あったかいお風呂に入ればすっきりするのよね。お、お風呂に入ればすっきりするか。俺はどうだろうな、何かに悩んだ時はやっぱり寝るのが一番かな。やっぱりね、寝るのすごく重要だと思いますよ。嫌なことでも割と忘れられますからね。体の芯から温まると心の中にあるモヤモヤもお湯に溶けていくのかしらおー、なんか意味深なこと言うな。体の芯から温まると心の中にあるモヤモヤ。あ、けどフランソワちゃんもやっぱこう見えてストレス溜まる感じなんか。やっぱね、人間生きてるとストレス溜まりますよね、至るところで。ね、皆さんストレスの発散方法は何ですか。なんでみんなストレス発散してんだろう。俺はやっぱりさっき言った通り、やっぱ寝ることかな。ってか待ってまたバッテリーが少なくなってる。もうこれさ、どうにかなんねえのか。はい、でまあちょっと続き話していきたいんですけど、やっぱり寝るとね気分が良くなるわ。大体のことを解決できますからね。だから思い悩んでる方、ぜひね寝てください。積極的に嫌なことが起こったら考えるより寝る方がいいと思う。そう、寝たらマジで忘れるからな。まあ寝ても忘れられないこともあるけど、大体のことは忘れることができると思うわ。あとは人によってはカラオケとかか。カラオケとかでね、ストレス発散する人もいるよね。ただちょっと今の時期はね、やばいかもしれないけど、まあ密ですみたいな。ただ、人からなら大丈夫なんかな。そういやさ、人から、俺まだ行ったことないな。え、皆さん行ったことありますか？いや、人からってさ、勇気いるよね。どうなんだろう。人からか。まあそもそもカラオケ自体そんな行かないからな。そもそもなんか歌う曲すらないし最近の曲全然わからないわ。そうなんだよな、まあ、音楽に興味がないってことではないんだけど、あんまりねなんか曲聴かないんだよ最近のやつ、全然聴かないかな。だから具体的に何が流行ってるかとかわからないわ。なんか俺の中では AKB とかでなんか頭が止まってるね。なんか2012年ぐらいの。わかるこの気持ち。多分同じような人いるんじゃないかな。俺の頭の中2012年で止まってるわ。ねえ、純くん。あれ、また君か。今日はよく会うね、金くれ。ごめんね、何度も喋りかけて。今日はフライデーか。フライデー。言い方がなんかおしゃれやな。金曜日って言わずにフライデーって。何、デートの約束でもあんのか。金曜ってなぜか楽しいことが待っている予感がしてワクワクするんだよね、金くれ。いや、金は請求しないでくれ。お、待って、みすずちゃんがいる。なんかさ、夜って独特の雰囲気あるよね、あつ森の。わかる？なんか俺さ、昼間よりなんかこういう夜とか、あとは明け方、なんかね、その時間帯がめっちゃ好きなんだよね。なんでだろう。なんか落ち着くというか、ね、安らぐというか、なんとも言えない気持ちだわ。いやー、まあ夜行性っていうのもあるのかな、自分が。
なんか昼活動するより正直夜活動した方がなんか効率がいいんですよね。ちなみに今もね深夜に動画撮影してます。なんか昼に動画撮影ってなんかやる気出ないんだよね。俺だけかな。まあこの動画見てる実況者さんどうですか。昼に動画撮る元気ありますか。なんかね昼はサボっちゃうんだわ、うん、なんかネットサーフィンしたりとか、あとは動画の編集したりとかサムネ作ったりとか、なんかそっち系のことはしてますね。ただ実況はやる気にならないな。園芸ワゴンって外にあると部屋の中とまた印象が違って見えるわ。部屋の中にあるってどういうこと。園芸ワゴンって部屋の中に置くもんな、そもそも。いや俺の中だと、うん、俺の中の話になっちゃうけど外に置くイメージがあるんだよね。家の中で園芸ワゴンで、まあ確かに家具だから、うん、まあ家に置くものだと思うけどさ、厳密には。ただね、外に置いた方が雰囲気はあるよね、普通に考えて。同じものなのに面白いと思わない、金くれ。ああ、まあ家の中に置くのと外に置くのとじゃもちろんね雰囲気変わるよね。てか園芸ワゴンってほんといいよな。俺さ、この家具めちゃくちゃ気に入ってんだよね。園芸ワゴン超お気に入りだわ。ガーデンベンチと園芸ワゴン結構ね島のそこら中に配備してますね。てかここら辺にちょっと置きすぎか。ベンチを1,2,3,4,5 と5つも置いてるからな、ちょっと置きすぎ感があるけど、まあ、景観的には問題ないからそのまま存続しようと思ってます。今日は社畜さんとたくさん会えて嬉しいわ。みすずちゃん相変わらず可愛いね。てかさ、みすずちゃんの持ってるものじゅんくんとお揃いじゃね。それ美味しそうやな。なんかそういうフルーツ系のジュースっていいよね、夏にあって。特に暑い時に飲んだらめちゃくちゃ美味しそう。で、なになに、私近頃寝不足気味なのよね。お、寝不足なんだ。俺もさ、寝不足っちゃ寝不足かな。てか、なんだ、不眠症って言ったらいいのかな。なんかね、寝れないんだよね。まあ、寝れるっちゃ寝れるんだけど、なんか目が冴えて寝れないことがあって、結構困ってますね。同じような人いますか。なんか目が冴えるみたいな。まあ、あなたは睡眠足りてる？金くれ。まあ、足りてるっちゃ足りてるけど、足りてないっちゃ足りてないかな。どうなんだろう。だけど日中に眠くなることはないんだよね、睡眠時間少ないけど。まあとりあえずちょっとここはどっちでもいいか。足りてないにしとく。足りてない。あら、あなたもお疲れなのね。そう、疲れてはいるね。てか実況してたらさ、めちゃくちゃ肩凝るんだよね。最近ね、肩こりが激しすぎてやばいわ。肩こりとあと背中の痛み。いやー、なんかじじくさくなってきたな。俺も年を取ったのかこれは。肩こりがやばすぎるみたいな。だからさ、今度ちょっとマッサージ店行こうと思ってんだよね。なんかさ、安いマッサージあるじゃん。なんか2980円のマッサージ屋か。まあ、あれが果たして大丈夫かどうかわかんないんだけどさ。2980円のマッサージ屋って大丈夫？なんか俺の中の相場だと、なんか1時間4000円ぐらいのイメージなんだよ、安くて。で、高ければ5000円みたいな。ただそこは1時間で2980円なんですよ。まあね、ちょっとどういった人が、ね、やってくれるのか分かんないけどさ、マッサージ。まあちょっと物は試しということで行ってみようかな。だけどマッサージいいよな。今まで人生であんまり行ったことないんですよ、マッサージ。なんかマッサージ店的なところ、なんか海外に行った時はなんかそのね、思い出作りでなんかマッサージ店行ったこととかあるんですよ。なんかタイルーマッサージかな、ちょっと厳密には分からないんだけどさ、正式名称。なんかタイとかに行った時はなんかマッサージやってもらいましたね。まあ、結構有名らしいからね、マッサージが。お、ちょっと待てよ。あれ、ジャック、え、帰ってんの。ちょっと待てよ。あれ、さっきさ、ジャックいなかった？博物館に。早すぎじゃね、帰るの。え、待って、これ瞬間移動したんじゃないの。え、これさ、瞬間移動した説あるね。え、さっきまでいたじゃんっていう博物館に、いつ出てきたんだ。まあいいわ、ちょっと深い話は置いとこうか。いや、社畜くん、ようこそジャックの部屋へ。キリ、世間話でも。僕はね、一人でいるとたまに考えてしまうんだ、これから5年10年先のこと。おお、長期的スパンだね。その頃にはこの辺りの風景もきっと変わっているんだろうな。どんなに時代が変わろうとも僕らはずっと友達さ。そうだろう、社畜くん。おお、なんか意味深なこと言ってくるね。まあそりゃそうよ、当たり前じゃん。
時代が変わっても親友だよお前とは。うん、いや俺さ、最近ジャックとめちゃくちゃ仲いいからな。ね、語り明かしてるからね、ジャックくん。そういやさ、俺があげたものを結構身につけてくれんだよね。なんかそのさ、まあちょっとダサいかもしれないけど、セーラー服とか、あとそのメガネとか、うん、あとはラブリーなスタンド、スタンドなんだ、電気スタンド、ちょっとわかんねえわ、正式名称。あれもね、飾ってくれてるから嬉しいね。見てくれよ、この半袖セーラー服、タイトな感じで気に入ってるんだよね。そうだよ、それさ、俺がプレゼントしてあげたからね。ほら、覚えてくれてんだ。それに、君に譲ってもらったから、社畜君を感じることができる。ちょっと待って、感じるって言い方やめてくれ。ちょっとそれやばいわ、NG だわ。ちょっとやばい表現だね。まあ、気持ちだけありがたく受け取らせていただくわ。はい、ってことで、まあ、いろいろとね、話してしまったんですが、日常系動画、このあたりで終わっていきたいと思います。あとですね、こういう日常系動画を集めた、まあ、再生リストもございますので、もしよろしければ、そちらの方も見ていただければ幸いですね。では、最後に皆さん、チャンネル登録して、これからも来ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。